Ikare。王子公園では明日の夜から始まる月見の雪まつりに向けて多くの人々が最後の準備作業を行っています。冬の代名詞ともいわれるこのお祭りを見るため毎年多くの観光客が全国からやってきます。商店街の人々にとっても大事な書き入れ時として強い期待がかかります。先日刑務所で発生した火災事故の続報です。事故後、署内から行方をくらましている2名の受刑者について、北海道警察は今朝、刑務所近くの山中で、うち1名の受刑者を遺体として発見したと発表しました。残る1名の受刑者に関しても、現在も付近を逃走中の可能性が高いとみて、全国に指名手配しました。指名手配されたのは、元搭乗会計組員の冴島大我受刑者です。北海道警察は冴島受刑者が札幌市内に現れる可能性が高いという情報もあることから現在月見の周辺に警戒態勢を敷いています。兄貴、網走刑務所が火災って一体、それに遺体が一人見つかったって、アジトの用意ができました。今様子を見てきましたが、かなり厳しい状態ですね。警官がかなり手回ってますね。大通りを抜けて素直にアジトに行くのはヤバそうです。ほな、どうやって行く？とりあえず俺が先を行きます。兄貴は少し離れて目立たないように俺の後をついてきてください。分かった。ここです。ようこんなとこ見つけたな。
昔俺の兄弟分がやってた馴染みのバーです。当然営業してると思って立ち寄ってみたんですが、この通りのありさまで、まあこっちとしては逆に好都合だったんですが。どうぞ座ってください。どうやらここ10年の間、月見野の街もすっかり変わっちまったみたいですね。昔はどの店も繁盛してたんですが、なんだか寂しい気分になりますね。確かに結構前に潰れたみたいやな。あった。マッカラン1946がありますよ。あ、ちょっと待ってくださいね。封が開いていなかったんで多分大丈夫だと思うんですけど。でも不思議ですよね。本当なら今頃仮釈放でシャバに出ているはずの二人が、こんな場所でこんなにビクビクしながら酒を飲むことになるなんて。いつかお前と飲みたい思ってた。悪い気分やない。しかしどうして冴島さんだけ指名手配されてしまったんですかね。俺なんか実名も公表されないまま遺体で見つかったことになってましたし、一体どういうことなんでしょう。やはりあの刑務所のことも指名手配も全部東条会が裏から手を回してやってることなんでしょうか。どうしました。ちょっと表出るわ。え、こんな状況の時にですか。ああ、ずっとここおってもラジアがい。いやでも表は警官がうようよしてますよ。大丈夫や。こういう状況にはある意味慣れとる。2年前もそうやったしな。そうですか。でもどうするんです。北方組の情報でも集めるつもりですか。せやな。北方いう男に会おうにもどこにおるかわからんことには近づけんしな。そういうことでしたら、バーアンビシャスという店に行ってみてください。そこの店なら今でもきっと北方組の人間はいるはずです。アンビシャス。はい。その店の奥には昔から北方組がやってる賭場があります。カウンターの男にチップを渡せば裏カジノへ案内してもらえるはずです。そこで一暴れしたら北方の情報も得られるっちゅうわけやな。ええ、でも十分気をつけてください。北方組は一度敵とみなした相手にはとことんやるタイプの古い極道組織です。親父のためなら命投げ出すっていう筋金入りの連中が集まってる組なんで。なおさら楽しみやな。あ、それと兄貴、これ持って行ってください。携帯か。ええ、昔のツテで手に入れました。プリペイド式なんで足がつくことはないはずです。わかった、ありがたく使わせてもらうわ。それで、それで、
兄貴、何か分かりましたか？ああ、喜多方は2日後の昼12時から行われる雪祭りのオープニングセレモニーに来賓として出席するらしい。雪祭りか。なるほど。確かに地元の有力者である喜多方の親父ならありえそうですね。おそらくそれが喜多方に接触する唯一のチャンスや。ここで逃したら次のチャンス待っとる間に俺らが警察に捕まってまう。でも居場所は分かったとしてどうやって話を聞き出すんですか？それこそ雪祭りの最中ですよね。結局俺たち近寄れないじゃないですか。ま、警備も行さん多いやろな。それじゃどうやって来賓に変装して近づくとか。このガタイ目立ちすぎる。じゃあセレモニーが終わるのを待って話を聞くとか。その前に警察に捕まるんが関の山や。それじゃあしゃあない。誘拐するしかないわな。誘拐？誘拐っていつ？そないなもん決まっとるやろ。護衛も手薄になるとき、つまりセレモニーの真っ最中へ。ちょっと何考えてるんですか。雪祭りは町内会の祭りじゃないんですよ。それこそ何万何十万って人間がテレビの向こうでセレモニーを見てるんです。そんな時に誘拐するなんてできるわけないじゃないですか。せやけどそれしか手ないやろ。これ以上時間かかったらどの道捕まって刑務所送りや。それだけは避けなあかん。でもこうなったら誰も喜多方のこと見とらん隙狙うしかないな。例えば？ま、特に作戦はないけど。ああ、事務所に二人だけで勝ち込みかけるよりはマシかもしれませんけど。まあ親父も年ですし、老人一人誘拐するだけならなんとかなるとは思うんですが、やっぱり無理があるとしか。その喜多方という男のことやけど、えらい町の人間に好かれとるようやな。ええ、親父は三代目ですが、組自体は戦前から月見のをまとめてきた名跡です。地元住民たちとの関係も深く、この町じゃ親父を悪く言う奴なんていませんよ。あ、以前東北のとある組が進出してきた時も組総出で町を守ったほどです。そうか、ほんま俺好みの男みたいやな、その喜多方純は。だからちょっと信じられないんですよね。その真島さんって人を喜多方の親しか殺すなんて。いや、責任感強い男やったら逆にあり得る。噂に聞いとる通り、真島の兄弟が
北方組に対して東条会の傘下に入るよう強要したんやったら激しい抵抗があったはずや。でも俺の知ってる親父ならそんな状況でもきっと話し合いで解決したと思うんです。だからなんだか妙に引っかかって。まあほんまのとこどうなんか会うたらすぐわかることや。その雪祭りのセレモニーに潜り込むことにしよう。ですね。じゃあ明日は明るいうちに一度潜入のために下見をしておきましょう。ああ。おはようございます、兄貴。おう、具合はどないや。昨日よりだいぶいいみたいです。今日は俺もバッチリ働きますよ。よし。せやけど二人で行動するんは目立つ。下見は別々に行動しよう。わかりました。じゃあ一通り下見が終わったらここに戻って合流ということで。わかった。兄貴、遅かったですね。会場一通り見てきたけど警備相当やな。あれは近づくんも一苦労やで。それだけじゃないっすよ。仮に誘拐がうまくいったとしても当然追っ手が来るでしょうし、警察も動き出すはずです。問題は山積みですよ。無茶は承知の上、追っ手が来たらそん時はそん時片付けるまで、俺は何としても兄弟が死んだっちゅう話の真相を知りたい。わかりました。すまんの。何がですか。俺のわがままに付き合わせてしもて。そんな、刑務所でも雪山でも俺を助けてくれたのは兄貴じゃないですか。受けた恩、今度は俺がお返しする番なんですから。そんなこと気にしないでください。そうか。大きにな。それよりも兄貴、誘拐のヒントになりそうなもの何か見つかりましたか。それなんやが、どうやって北方に近づけばええんか正直見当もつかん。そうですか。なんとか気づかれんように近づく方法を考えんとな。兄貴、俺思い出したことがあるんで、ちょっと出てきます。どうしたんや急に。いえ、大したことじゃありません。兄貴は先に休んでください。おはようございます、兄貴。おう、帰ってたんやね。はい、遅くなってすいませんでした。さてと、これからどないしようか。今日はおそらく大変な騒ぎになると思います。何か必要なものがあれば今のうちに準備を済ませてしまいましょう。せやな。じゃあおのおの準備を済ませて昼前にここに集合ということで。わかった。兄貴、準備は済みましたか？
う少し待ってもらえんか。わかりました。俺わかった。兄貴、準備は済みましたか？ああ、大丈夫や。それじゃ、そろそろ行きましょう。そやな。北方に近づく方法は、海上近くまで行ってから考えようが。それなんですが、これから海上付近の警備はどんどん厳しくなると思います。兄貴、少しでも目立たないように別々に行きましょう。わかった。一人で無茶するんやないで、ババちゃん。わかってます。それじゃ俺は先に行きます。すみません、ちょっと手荷物拝見させていただいてもよろしいですか？予感的中だ。検問の手前で脇にそれると思って網を張ってた甲斐があったぜ。北方組のもんか？おうよ、網走から出てきたって聞いた時は耳を疑ったが、どうやら伝説の極道ってのもあながち嘘じゃねえみたいだな。親父に会って真島の敵討ちをしようって腹なんだろうが、そうはさせねえ。北方組は東条会なんかには負けねえってことを教えてやるよ。今何時？ああ今何時か聞いとんのや。11時半過ぎだ。そうか。ほなのんびりしとる時間ないな。さっさと片付けて北方のとこまで行かせてもらうで。ふざけたこと抜かしやがって。もう二度と時間なんて気にしなくていいようにしてやるよ。やるぁ！
兄貴、こっちです。兄貴、大丈夫でしたか？
大丈夫や。ていうか兄貴、何ですかその格好。これか、警官巻くための変装に決まっとるや。逆に目立ってますよ。そうか。ほんなら着替えるから、ジョー待っとけ。これでええやろ。服はとりあえずしもうとくとするわ。それじゃ急ぎましょう。兄貴、俺についてきてください。やるしかないようやな。行くで、ババちゃん。これで追ってくる奴らは全員倒しましたね。そうみたいやな。そやけどこいつらお前んこと容赦なしに襲ってきたな。いくら俺と行動を共にしてるからとはいえ、元は同じ組の人間やないか。ええ、実は俺もこいつらの顔知らないんですよ。きっと俺が無所に入ってからの10年の間に組に入った奴らなんでしょう。そうなんか。この10年の間に時代が変わったっていうか、もう本当に俺の居場所なんてないんだなって気がしますね。寂しいもんやな。さあ、それじゃ行きましょう。こっちです。こないなとこに来てどないするつもりや。このマンホールから下水道に入ることができます。下水道？セレモニーの会場のちょうどステージとなってる場所にマンホールがあるんです。このマンホールをたどっていけばあそこに出られます。そこから直接北方の親父に接触するのがベストかと。よう調べたな。実は昔ガキの頃、あそこの公園で遊んでた時に通ったことがあったのを思い出したんですよ。なるほどな。ほな行こうか。
この上です。時間は？もう12時を過ぎています。オープニングセレモニーは始まっているはずです。頃合いやな。どないした？まさかここまで来ておじけづいたんとちゃうやろな。違いますよ。ただ親父に会ったら何を話そうかなと思って。そんなん今考えることちゃうで。まず誘拐成功させてからや。そうですよね。すいません兄貴。よし行こうか。おかげさまでこの月見の雪祭りも今年で56回目を迎えることとなりました。ご承知の通り北海道の冬というのはですね、とにかく雪が多く切っても切れない関係にあります。その雪に親しみこうして毎年楽しいお祭りが開けるということは我々月見野の人々が自然と共生しているということの証でもあります。北方理事。うん。例の網走刑務所の脱獄囚が会場の近辺に現れたという情報が入りました。警備は万全ですが万が一ということもあります。身の回りには十分お気をつけください。おや、どうかなさったんですか？いや、何、どうやら待ちわびていた相手が来たみたいだな。これでやっとあいつとの約束が果たせそうだ。は？だがこの状況どうやって突破する気だ？いいんだいいんだ、気にしないでくれ。さあオープニングの航空ショーが始まりますよ。どうですか、見事なもんでしょう。今年は結構金を使ったんですよ。あれ？なるほどな、こういう手もあったのか。北方組の北方組長に間違いないな。なあ、そうだ、おめえさんは冴島大河だな。そうや。こうして会えて嬉しいぜ。ずっとあんたのことを待ってたんだ。待っとったやと？どういうことや。おめえさん、あの真島が死んだっつう話を聞いてはるばる網走からやってきたんだろ。真島を殺した犯人である俺に会うために。そうだろ？実はそのことなんだが、俺もおめえに伝えなきゃならねえことがあるんだよ。一体何や。あの真島五郎が最後に言い残したことは気にならねえか？邪魔が入らねえ場所を用意してやる。そこで話そう。兄貴、罠かもしれませんよ。
安心しな。俺の部下たちも知らない場所だ。もちろん警察も知らん。さっきも言ったが、俺もお前さんに用事があるんだ。さあ、邪魔が入らねえうちに行こう。兄貴。分かった。案内してくれ。先日このビルを丸ごと買い取った。最近は月見のも不景気でな。物件転がさなくなって困った連中が駆け込んできやがる。参ったもんだよ。俺らもそんなに金持ってねえってのによ。そんで俺に伝えたかったことっちゅうのは何や。それが真島が言い残した言葉が関係してるんか。うん、そうだ。あの、俺ちょっと外を見張ってます。本当にここが安全かどうか信用できませんし。疑り深いやつだな。あれ、お前さんの兄弟分か。知らんのか、あいつのこと。さあ、覚えがねえな。それにしても意外だな。下の連中から聞いてた話じゃ、もっと荒々しい男が来るのかと思っていたが、さすがあの真島の兄弟分ってことか。真島に似て中身は繊細な男のようだ。そう言われたのは初めてやな。うちらの業界の連中も節穴ばっかりになってしまったってことだ。どいつもこいつも見た目ばかりで人間を判断する。だから下手打つんだ。ところであんた、兄弟分を殺されたにしちゃあまり怒ってないようだな。兄弟が誰かにやられたとして、それは兄弟が弱かった言うだけのこと。強いもんに弱いもんが負けた。そんなら俺の出る幕やない。なるほど。せやけど、兄弟がなんで殺されなあかんかったんか、兄弟は最後なんて言うて死んでいったんか、それだけは聞いとかなあかん。あんたやったらその答え知っとるんやろ。俺がおめえに伝えたかったことってのはな、俺と真島が会合したあの日、あの場で本当は何が起こっていたのか、その真実についてだ。真実やと。聞かせてもらおうか。ああ、まず最初に結論から言おう。北方組は真島をやってない。俺には真島を撃つ理由がないんだ。どういう意味？言葉通りの意味だ。それ以上の意味はない。真島は北方組を東条会の傘下に収めようと話しつけに来てたはずや。ならあんたが真島を弾く理由は十分にあるはずやろ。それでも撃つ理由がないと言い張るんか。だからそれが誤解なんだ。そもそも真島は東条会の傘下に入れと言ってきたんじゃない。なんやと。五分杯を交わしてほしいと頭を下げに来たんだ。つまり俺に堂島大吾の兄弟分になってくれと言ってきた。北方組が東条会と五分やて。ああ、そしておそらくうちだけじゃねえ、福岡や名古屋にも同じ条件で成し付けに行ってたはずだ。うちとしても五分なら依存はねえ。東条会と手を組みや、うちに余計なちょっかいかけてくる組織もなくなるだろうしな。ほな、あんたは杯受けるつもりやった言うんか。そういうこった。だから俺が真島を殺す理由はねえ。ほな、一体誰が真島殺したんや。そう、それがあんたに一番伝えなきゃならなかった真実だ。一度目の会合で杯の話を聞いた後、心を決めた俺は真島に連絡し、
2度目の会合の日取りを決めた。そしてことが起きたのはその2度目の会合の時だった。俺が返事を伝えたところ、どういうわけか真島はしばらくじっと黙り込んでいた。少しして真島の口から飛び出した言葉を聞いた時、俺は耳を疑ったよ。なんて言うたんや。この杯交わしたらあかんとな。なんやて、それは一体どういうことや。真島は感じていたようだ。この杯交渉の裏に誰か別の人間の思惑を感じると。別の人間なあ。東条会と北方組が杯を交わしてしまうと、そいつの書いた絵の通りにことが運んでしまうかもしれんとな。それで真島は杯交わすんを取りやめようとしたいうわけか。おそらくな。そんでその絵描いたんは誰か分かっとんのか。それは来たかな。おい、しっかりせ。くそ、ババ。ババちゃん、これはどういうことや。なんで北方撃ったんや。お前の親父なんちゃうんか。兄貴、あんた本当に素直な人ですね。北方が俺の親父か。俺はね、北方組の人間なんかじゃないんですよ。俺の目的にとってはその方が都合が良かったから、そう振る舞っていただけです。目的やと。そうです。俺があの刑務所に移送されたことも、あなたと同部屋になったことも、全部計画されていたことなんですよ。全部芝居やったちゅうことか。そうです。あなたは全てこちらの読み通りに動いてくれた。こっちが戸惑うほどにね。でも正直言って、
あなただけにはバレたくなかった。ババちゃん。こんなことになるんなら、あの時雪山で死んどきゃよかった。そしたらこんな思いしなくて済んだのに。何アホなこと言うとるんや。俺の役目はあなたの監視。そのために刑務所に入ったんです。ほな、殺人で10年食らってたっちゅう話も。当然作り話ですよ。そういうエピソードの方が冴島さんの関心が引けると思いましてね。なんでそこまでして俺を監視する必要があったんや。俺が脱獄するとでも思ってたんか。いや違います。むしろその逆です。逆？俺の目的はあなたの刑期をコントロールすること。つまり都合のいいタイミングであの刑務所からあなたを連れ出し、ここ月見野まで連れてくることにあったんです。そんなアホな話あるか。そないなことできるはずない。よく思い出してください。あの刑務所にはあなたの仮出所を邪魔する人間がいたはずだ。邪魔するやつやで。まさか釘原ですよ。あいつはあなたの仮釈放を延期させるための道具でした。そう、あいつは俺の部下です。俺にはあなたの仮釈放を伸ばす必要があった。それで釘原を使ってあなたが彼らに暴行をするように仕向けたんです。そしたらお前がのみで人刺したっちゅうあの事件も全部。そう、あれは本当に俺が刺したんですよ。あなたが確実に釘原たちに手を出すにはそうするしかなかったんだね。お前ですが、そこまでやったところで今度は逆にあなたを外に連れ出さなきゃならなくなった。だから外の力を使って無理やりあの脱獄騒ぎを仕掛けたというわけです。どういうことや。ちゃんと説明せえ。真島五郎の死ですよ。それが俺たちにとってあなたをあの刑務所から連れ出すためのサインだったんです。あなたを刑務所の外に出すために真島は殺されたんですよ。真島が死んであなたが動く、それが我々の書いたシナリオです。兄弟が俺のために死んだやと。どういうことや。所長を殺し法務省に手を回してあなたの仮釈放の申請を取り下げさせたのも、すべてあなたが自らの意思で刑務所から出るように仕向けるため必要なことでした。まあ俺個人にそんな力があるわけはありませんが。何のためや。なんでそこまでして俺を外に出す必要があったんや。それは俺のパックにいる人の計画にあなたの力が必要だからです。お前のバックにおる人間誰や。それは。それを知ればあなたは死ぬことになる。当然教えた俺も殺されるでしょう。なら結論は一つです。シナリオではあなたをここで殺す予定はなかったんですが、こうなってしまった以上
致し方ない。俺かお前のどっちかが死ななあかんちゅうことやな。どないした？撃てや。さっさと撃たんかい。何しとんのよババちゃん。ほら早う。最後に一つ聞かせてください。なんであの時俺を助けに来たんですか？あの時俺が雪山で遭難した時ですよ。あんたは俺なんか放っておいて一人で月見野に行きゃよかったんだ。それなのにあんたは危険も顧みず俺を助けに来てくれた。どうしてだ。兄弟を見捨てられるわけない。それだけ。兄弟。ああ、そんな杯を交わしたわけでもない。俺が勝手にそう呼んでただけなのに。それでもあんたは俺のこと兄弟だって言うのか。当たり前やろ。杯交わすやなんてただの儀式に過ぎん。人と人の絆っちゅうもんは杯なんか交わさんでも自然にできるもんや。ちゃうかババちゃん。俺はお前のことずっと弟分や思っとったで。やめろ。裏に何があったかどうでもええ。俺にとってお前はほんまの兄弟。もうやめてくれ。何しとんじゃボケが。立てや。ババちゃん。兄貴分としてお前には教えとかなあかんことがあるようやな。何ですか？人間どんなにつろうても生きなあかん。つろうても夢持って生きなあかんのや。夢？ああ、きっとお前にもあるはずや。手に入れたい、叶えたい夢が。俺は網走に入る前チコタンや。極道の世界に足踏み入れるしかなかった人間が二度と俺みたいな悲しい道を生きんでもええようにする。それが俺と真島が描いた夢。俺が今ここにおる理由や。ババちゃん、都合よう死ねるほど世の中甘ない。お前には死ぬっちゅうことがどういうことか教えたる。どうする気ですか？簡単や。一遍死ぬほどの恐怖をその体に叩き込んだるわ。なるほど、冴島さんらしいやり方ですね。ああ、不満か。きちんと蹴りつけましょう。来いや！ババー！
全力で行きます。
どうや、死ぬほど痛い思いした気分は？いいもんじゃないです。聞かないんですか？うん？あなたはこんなことに巻き込んだ黒幕の正体。もうええわ。あ？そんなことしても真島の兄弟は帰ってこえへん。せやけど喜多方に会うてなんとなく思たんや。何をですか？あいつはまだ生きとる。まそうあってほしいと思っとるだけかもしれんけどな。西島の兄貴、恥を忍んで言います。ここは一旦見逃してください。今あなたに事の真相を話したら俺は確実に消されます。俺はまだ死ねない。こんな俺にも夢はあるんだね。ああ、でも夢に自分なりのケリをつけたらまた必ず西島の兄貴の前に姿を現します。その時はちゃんと兄弟の杯交わさせてください。わかった。いつでもええ。待っとるで。はい。どこまでだ？佐江島大河だな。過重逃走及び銃刀法違反の現行犯で逮捕する。これでようやく差しであんたと話ができそうだな。脱獄までして出てきた割にはやけにあっさり観念したもんだな。喜多方には会えたのか？なんでそれを？お前がどういう目的で動いていたかくらい分かってる。警察なめんなよ。それにさっき喜多方を警察病院に搬送したばかりだからな。高田を助かったんか？ああ、銃声の後すぐに駆けつけたからな。お前が撃ったってわけじゃねえよな？さっき警察病院から連絡があって命に別状はないとのことだ。安心しろ。そうか。
お前北方から真島の死の真相を聞き出すつもりだったんだろ。早速黙秘か。まあいい。それじゃあ黙ってこっちの話を聞け。ここなら誰も邪魔が入らねえからよ。北方から聞いたかもしれないが、真島を殺したのは北方組じゃない。東条会だ。うん？その顔じゃ信用してねえようだな。それじゃあこの情報は知ってるか。福岡で山笠組と杯交渉に行った堂島大吾が消えたって話。なんやって知らなかったか。つい先日堂島は訪問先の福岡で忽然と姿を消しやがった。それから間髪入れず月見野で真島が、名古屋で安住が死んじまった。おかげで東条会本家は大パニックだ。本庁の四課の連中、今や寝る間もねえくらい忙しいらしいぜ。実は俺は今森永ってやつの行方を追ってる。森永？堂島大吾の護衛をやっていた男だ。実はその男、福岡で本部長の青山をやってんだよ。青山が殺された？森永が護衛していた堂島は行方不明。そして会長代行をしていた青山も森永に殺された。なんかこれ怪しくないか。さっきお前と一緒にいた男、あれババって男だよな。なんでそのこと。やっぱりそうか。わざと泳がせた甲斐があるってもんだ。あんたの狙いは何や。俺を捕まえることやったんちゃうんか。まあそれもあるが、だが俺の真の狙い、それはこの一連の騒動を裏で操ってる人間、東条会の裏切り者を突き止めるってことだ。東条会の裏切り者やと。堂島大吾の失踪、真島の死、そしてお前、数年間全く動きを見せなかった東条会という山がこの数日間で一気に動き出して、それもまるでタイミングを合わせたかのように一斉に。俺はな、さっきお前と一緒にいた馬場もその東条会をめぐる騒動を操っている人間の一味なんじゃないかと睨んでる。その人間ちゅうのが森永やと。うん、その可能性が高い。一体何がどうなっとるんや。一つだけ確実なことがある。それはお前がこの東条会の内部で起こっている出来事の中心にいるってことだ。お前は奴らの計画に利用されてるんだよ。東条会のことが気になるか。ならねえわけねえよな。となるとお前は東京に行くしかない。そないなこと分かっとるわ。せやけど今の俺にはどうすることもできん。ああ、言うの忘れてた。実はこの車空港行きなんだよ。空港。俺はな、現在全国の極道社会を揺るがしているこの一大事件を府警の力で解決したいんだよ。そのためには事件のキーマンである森永、馬場を追うのが一番。
そこであんたの力を借りたい。東京に行って東城会内部で何が起きているのか一つ探ってきちゃくれねえか。なんやて。今の東城会はガタガタだ。そこに若頭候補のあんたが現れればきっと事態は動く。俺に警察の犬になれ言うんか。ノーと言うならこのまま刑務所に向かうだけだ。さあどうする。